こんにちは、しおさんでございます。今回は熊本ラーメンと馬肉がうまいお店、豚骨ラーメン好きにおすすめなお店を紹介させていただきます。川口駅の東口、このキュポラが見える東口の広場、こちらから3分ほどのところに熊本ラーメンの美味しいお店があります。そのお店では化学調味料無添加のラーメンダレを使用した熊本豚骨ラーメン、あっさりした味わいのラーメンが楽しむことができます。そのお店では馬肉料理もあり、馬肉料理も気になるんですね。今回ミニ丼をいただきましたが、このミニ丼がめちゃくちゃ美味しかったんです。この横断歩道を渡っていきます。正面にはプラウドタワー川口クロス、最近新しくできたこの超高層マンション、こちらが目に入ります。そこから右斜めに入って川口本町大通りに入ります。この通り沿い、最近いいお店をいくつか見つけております。あまり歩かない通りでしたので、歩いてみるといろんな発見があり、気になるお店もいくつか見つかりました。こんな感じで歩いていくと、川口センタービルの東側の入り口が見えてきました。ここまでは何度か来ています。ここから先は実は初めてだったんですね。この入り口を正面に、また先ほどの本町大通りを歩いていきます。ここから20秒ほどで今回目指しているお店に到着します。右前方の方にお店が見えてきました。黒い看板のお店です。お店の看板のところに書いております、阿蘇路さんです。熊本豚骨ラーメン阿蘇路と書いております。このお店が今回紹介させていただく熊本ラーメンと馬肉料理、馬刺しも気になりましたが、今回は馬刺しではなく馬のミニ丼をいただきました。お店に近づいていきます。豚骨と書かれたこちら、こだわりが書かれていました。そして下にはメニューがいろいろ書かれており、どれにしようか見ながら迷いました。馬刺しのメニューもたくさんありますよね。今度は馬刺しを食べに訪れたいと思いました。店内に入ります。店内はカウンター席とテーブル席があり、今回はカウンター席に座りました。このお店の思い、女性の店主の方がされているお店です。すごく優しい、そんな感じが伝わってきました。メニューはこちら、熊本ラーメン、トッピングなどによっていろんな名前が付けられており、いろいろ楽しむことができます。黒豚餃子も気になりましたが、今回はミニ丼の方にしました。さらに味噌豚骨や塩豚骨などいろんなラーメンが用意されています。気まぐれちゃんぽんも気になりました。そして焼肉ライス、さらに桜ユッケやからしれんこんなども用意されています。このミニ丼がめちゃくちゃ美味しかったんですね。ミニ丼の桜丼、さらに桜ユッケ丼や馬刺し定食なども用意されています。そして熊本一品料理ということで、桜ウインナーや馬のステーキや燻製料理など、馬肉を使ったいろんなおつまみなどが楽しめます。鶏の串焼きや炭火焼きなどもいいですよね。さらにほろ酔いセットも用意されていました。これもまたいいですよね。そんな感じで気になりながら、この日お昼熊本ラーメンの一品を注文して待っていると登場しました。こちらがチャーシュー麺のキクラゲトッピングです。キクラゲが多めに入っています。ネギとキクラゲ、マー油、これが特徴になっています。そしてチャーシューは3枚入っていました。そして特徴として、
豚骨の臭みが全くないんですね。さらに波のサイズでいただいたこの今回のラーメン、その理由は後でわかります。スープはあっさりした味わい、このあっさりした優しい味わいの中に手作りのマー油の香ばしい味わいがあり、これが美味しいんですね。優しい豚骨ラーメン、その言葉が出てくるような感じがします。麺は細麺でスープがよく絡んで美味しいんですね。麺は固めで注文しました。固めで注文するとちょうどいい感じで美味しく楽しめる、そう感じながらいただいております。麺にも周りの香ばしい味わいが絡んできます。美味しくてどんどん食べていくこの美味しい麺、チャーシューをいただきます。少し炙っているこのチャーシュー、柔らかくてジューシーでうまかったんですね。再び麺をいただいていきます。スープがほんとよく絡んで美味しいんです。どんどん食べていく、美味しいので止まらなくなっていきます。最初の麺はあっという間に残り少なくなってきました。2枚目のチャーシューもいただきます。チャーシューほんと美味しいんですね。そしてここで海苔ときくらげを混ぜ混ぜしていきます。きくらげと一緒に食べる食感がほんとたまりません。麺がなくなり替え玉を注文しました。やはり豚骨だと替え玉を注文しちゃいますね。こちらが替え玉、スープの中に替え玉を入れていただけるんです。そしてラーメンダレを少し加えていきます。このラーメンダレが無添加のこのタレになっています。そしてラーメンダレを加えて混ぜていきます。そしていただくと替え玉ならではの食感、これが美味しいんですね。麺の食感とスープの旨味、これがほんとたまらなくてどんどん食べていきます。もうこの段階になるとトッピングよりも麺が中心ということでどんどん食べていきます。きくらげはまだたくさん残っていましたので、きくらげも絡めながらいただいていきます。きくらげの食感がたまりません。たくさんのきくらげと一緒に最後の方いただいていきました。そして味玉をいただきます。半熟でめっちゃ美味しい仕上がり。そして3枚目のチャーシューもいただきました。最後の麺をきくらげと一緒にいただいていきます。麺がなくなったらスープです。このスープがほんと美味しいんですね。とにかく優しくあっさりした味わい、その優しくあっさりした味わいなので、もう少しもう少しとつい飲んじゃうんです。しかも化学調味料無添加なので安心して飲んじゃいます。美味しさにレンゲが止まらなくて、結局このような形で飲み干しちゃいました。美味しくいただいた後はこちらのミニ丼の桜丼をいただきました。このミニ丼の桜丼、こちらがその内容になっています。煮込んだ馬肉、これがたっぷり入っているんですね。馬の肉で作った牛丼のような感じのものです。こちらがめちゃくちゃ美味しかったんですね。食べた瞬間、肉の柔らかさ、これにまずびっくりしました。そしてこの煮込んだ汁の旨味、甘めに少し感じる味わい、食べ始めると止まらない美味しさがありました。なのでどんどん食べていくんですね。美味しいなと思いながら、そして馬肉なのであっさりしているんです。馬肉をこのような形で食べるのは今回初めてでしたので、こういった食べ方あることにもびっくりしましたし、この美味しさにもびっくりしました。ラーメンと一緒に食べたい、おすすめのミニ丼だと思いました。次は馬刺しを食べたい、そう気になりながら阿蘇路さんを
後にしました。今回熊本豚骨ラーメン阿蘇路さんでいただいて感じたこと、それは優しい味わいと熊本への思い、これがめちゃくちゃ伝わってくる、そんな素敵なお店だと思いました。熊本ラーメンならではの優しさ、これもまたすごく感じることができました。同じ豚骨ラーメンでも熊本ラーメンはどちらかというと優しい味わい、そしてあっさり優しいので安心して楽しむことができる、そのことも今回知ることができました。一度知るとまた食べたい、いろんなラーメンを食べたい、そう感じました。特にあっさり好きの人にはおすすめなお店です。さらに馬肉の美味しさとこだわり、このミニ丼の桜丼は本当美味しかったです。もっといろいろ馬肉料理や馬刺しを食べてみたい、そんな気持ちになりました。スタッフさんの対応も温かくて本当いいお店だなということを感じます。豚骨ラーメンが食べたい時におすすめなお店、さらに馬肉料理が食べたい時にもおすすめだと思いました。熊本豚骨ラーメン阿蘇路さん、本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。お店の詳細については説明欄をご覧ください。またコメントなどもどんどん書いてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。